それでは、ここからは、恒例の芸の一問の大喜利コーナー。はい。さあ、ここからは、小坪さんに司会進行をお願いします。いや、ごめんなさい。どうしてたの？何してたの？ごめんなさい、今日収録覚えてたんですけど疲れて横になったらそのまま爆睡してました。寝ちゃってたのね。ごめんなさい。いや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 、よくでも間に合いましたね、大喜利コーナーにね。いや、もうまさかこんなに時間過ぎてるなんて思いもしなかったです。本当にごめんなさい。はい、ということで今日は小坪が司会を進行してくれることになりました。なりました。いやいや、無理無理無理です。いつも通り鵜飼さんお願いします。はい、じゃあ鵜飼くんよろしくお願いします。はい、お願いします。先に来週再来週のお題を発表しておきます。先に来週のお題、どなたが発表してくれますか。はい、はい、じゃあとっくんさん。はい、来週7月12日は、久しぶりのやりくり川柳でお願いしたいと思います。はい、ラジオで五七五の川柳を作っていただきたいなと思います。うん、例えば、はい、来年は10周年だよ、おいタルト。おいタルト。おいタルト。おいタルト言っちゃう。うん、まあ先輩だからね。はい、じゃあ再来週のお題、再来週はですね、2000円札が以前発行された日なんですって。なのでこんな2000円札なら流行る、さてどんな2000円札ということでございますけども、じゃあ例えばタルトさんお願いします。はい、半分にちぎって通常の1000円札としても使える2000円札。なるほど、なるほどね。あ、面白いね。4分の1なら500円だ。あ、でもそんなお札があったら面白いね。あ、お店の人大変ですよ、これ。大変だね。これ3分の1にはちょっと届かないんで、ちょっとこれ500円分でいいですかみたいな。あるのか、流行るかもね。1回は使いたくなるね。うん、クーポン券みたいな。ね。こういうか、ちょっとね。はい、じゃあ、やりくり川柳ラジオ。こんな2000円札なら流行る。さあ、お願いします。宛先はですね、メール、ローマ字で、ヨルタは、@gmail.com、またはツイッターの方で、ハッシュタグ、芸の一問、夜のタームレをつけてつぶやいていただければ、こちらで発表しますので、皆さんぜひご投稿よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ、今週のお題はですね、久々に謎かけ、傘でございます。あ、いいですね。はい。早速ご投稿、種川手山根さん。ありがとうございます。はい、こんばんは。タルトさんの源氏名、もとい、芸名の由来が分かり、すっきりしました。要するに、両刀使いということですね。そういうこと、そういうこと。そういうことです。二股ってことです。二股です。二股野郎。皆さん、あの太郎さん出てきたら二股やろうって声かけてください、ね。そういうことに直結するんか。はい、じゃあ山根さん。はい、傘とかけまして人気の少年漫画届きます。お、その心は。ジャンプもあるでしょう。あ、ジャンプ。あ、うん、ジャンプね。昔あのあれなんですね、ジャンプ傘って言ってましたよね、そういえば。ジャンプ傘ね、ジャンプ傘、うん、そういえば言ってたわ。うん、はい、コンバラルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。傘とかけまして東京の知人が配達でトラブったと解きます。ほう、その心は。番がさ、番がさ、番がさ、配達のね、うまい。いやでも、いやいや、これ大喜利、ね、実際の大喜利ではよく受けるパターンだよね、これね。笑いが出る。素晴らしい。いや、これでもよう考えた。ありがとうございます。はい、ミカエルさん。ありがとうございます。傘とかけまして、レントゲン届きます。おう、その心は。骨がないと使えません。整形外科ね。骨がないたら何も映らないもんね。何も映らない。で、大鶴律郎さん。はい、ありがとうございます。ちょっとね、謎かけとはちょっと違うんですけど、うんうん、雨はないのに傘をさして試合を盛り上げるのが野球場。
うん、傘がないのに場所に水を差すのが相撲の球場。なるほど。なるほど。まあ、謎かけではないけど、うん、まあ、確かに面白い、うんうん。ヤクルトの傘ですな。ね。うん、はいはいはい。トライチローさん。ありがとうございます。よく使ってる傘とかけまして、いつの時代も常に世代を問わず人気絶頂の週刊誌と解きます。その心は数ある中で、ジャンプが多いでしょう。ジャンプ。やっぱジャンプはやっぱり皆さん、ジャンプはやっぱり心に残ってるんですね。残るんですね。ひょうえもんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。傘とかけまして、芸の一門がジャニーズデビューしたと解きます。お、その心は？嵐には勝てないでしょう。嵐には勝てないでしょう、そら。いやいや、もう嵐はね、解散しちゃったからね。いや、まあそうですけど。それはどうしてかっていうと、芸の一門がデビューすること知ってるから。なんていうずうずうしい答えを。負けちゃいけないと思って、負ける前に解散したんですよ。なるほど。あの、新助龍介のダウンタウンには勝てないみたいな。あ、そう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 。はい、はい、次。兵衛門の嫁さん。おえ、お、兵衛門がいつもお世話になって、兵衛門さん、奥さんが聞いてるんですね、これ。奥さんも一緒に聞いてるんですね。奥さんが聞いてるのに、いつものあんな答えでいいのか。すごい。僕、すごい発見。びっくり。あんな答えを出してるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。傘とかけまして、うん、意地悪な女にもてあそばれる男と解きます。ほほ、その心は立てたまま忘れ去られることが多いでしょう。なるほど。この奥さんにして、ひょうえもんさんありだな。ひょうえもんさん。なるほどね。すごいな。あら、すごい。ま、いい夫婦だな、これ。いい夫婦だね。素晴らしいコンビネーションですね。素晴らしい。もう、本当。さすがご夫婦。なるほど。これからはちょっと夫婦揃ってのお答えをお待ちします。ありがとうございます。はい、田舎の通訳さん。ありがとうございます。ありがとうございます。傘とかけまして、行きたくない部署と解きます。お、その心は？飛ばされないように気をつけます。ああ、飛ばされない。これもいいな。いいね。はい、どんどん行きましょう。はい、猿之助さん。ありがとうございます。傘とかけまして、ダイナマイト倉庫でタバコを吸うと解きます。その心は？危ねえなあ。危ねえなあ。アンブレーラー。すごい力技じゃん。面白い。もうこの力技大好き、私。アンブレーラー。はい、カルシウム大量摂取さん。ありがとうございます。摂取さん。摂取さんね。はい、傘とかけまして、夜田は大喜利回答届きます。お、その心は？骨が折れる。ああ、骨が折れる。まあね、難しい時もあるからね、問題がね。ね、うん、はい、ありがとうございます。大塚さん。はい、ありがとうございます。傘とかけまして、宇宙ステーション内に降る下からの雨届きます。お、その心は？さかさの傘ね。ああ、考えたね。宇宙ステーションの上下から雨の、うん。ああ、よく考えたですね。浜田さん。ありがとうございます。傘とかけまして、高速道路の車届きます。お、その心は？透明が多いでしょう。透明が多い。透明の傘多いね。うん、見やすいしね。うん、前がね、うん。安いしね。うん、そう。で、これ、はい、これ、優勝って書いてます。そういう趣旨はない。そういうシステムではないです。そういう、はい、うん、あれではない。はい、両手彦龍さん。ありがとうございます。傘とかけまして、認知症と解きます。お、その心は？病んだら忘れる。病んだら忘れる。ああ、忘れる。ああ、なるほど。忘れるね。なるほどね。うん、花道さん。ありがとうございます。ありがとうございます。傘とかけまして、エッチをするときの女性の足と解きます。おう。その心は、はい、いるとき開いて終わったら閉じます。ああ。もうこのスケベ野郎が。自分でスケベ担当って書いてますか？書いてあるね。書いてある。ありがとうございます。はい、石川さん。ありがとうございます。傘とかけまして、魚を取るときの森と解きます。おう、その心は刺して初めて役に立つ。
刺してね。刺して。あ、なるほど。綺麗。これ綺麗だね。綺麗な方のやつですね。はい。じゃあ、ここからは1問。はい。はい、じゃあ、遅れてきた小坪さん。はい。わざとかけまして、七夕飾りと解く。お、その心は刺さないとダメじゃん。あ、刺さがないとね。刺さないと。ああ、うまい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 。きれい、きれい、きれい。やったー。時期的にもいいですね。うん、ああ、なるほど。うん。ありがとうございます。はい、じゃあ他に。はい。じゃあ、とくんさん。はい。傘と解く。かけまして、自分の落語の持ちネタと解きます。おお、その心は、うん、油断をしていたら忘れそうになります。ああ、うん、油断してなくても忘れるけどね。おいおいおい。そんなことはない、そんなことはない。10周年を乗り越えた人にそんなこと言っちゃいけない。頑張ります。はい、じゃあ、小林さん。はい、傘とかけまして、猿の出てくる歌と解きます。おお、その心は。あいあい、あいあい、あいあいが朝だよ。あいあい、あいあい、あいあいが朝だよ。本来の歌詞全無視ですね、なんか。いや、でも、あいあい傘は憧れだったからね。そうですね。ね、うん、そうですね。はい、じゃあ二股野郎さん、心して聞いてくださいよ。はい。年老いた我が家のベッドインと解きます。おう、その心は。心は刺したら時に濡れることがあります。さすがですね。ね、うん、時にしか濡れないところが寂しい。そうなのね。夜タワーですからね、そう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 、うん。いやー、もうね、今日ね、小坪が遅れてきたのはね、いいんだけど、うん、まあ、いいんだ。いや、いいんだけど、その小坪が、もう、はい、なんていうか、遅れてきたから、また、なんていうのかな、この服装が、微妙な服装なのよね、小坪がね、うん。目のやり場に困るわ、みたいな。うん、本当ね、視聴者さんに見せてあげたいぐらいです。いやいや、はい、すいません、ぜひね。いやいやいや、まあまあでも、本当、間に合ってよくこのタイミングでね、目覚めたよね。うん、虫の知らせってやつ。もっとちゃんといつものね、うんうん、22時30分、収録始まりに間に合うと思ってたんですけど、うんうんうん、かなりオーバーしてましたね。オーバーしたね。ひどいですね。まあまあ、よくあのタイミングで帰ってきてね、うん、いやもう素晴らしいです。前半のトークは全く参加してませんけど。ちなみに、あ、そう、小坪、暑さ対策ね、今年3週間も早く夏になったんだけど、はい、小坪なりのこの夏の乗り越え方、なんかある、はい、秘訣は。暑さを乗り越える、暑さを乗り越える秘訣は、うん、もう気合です。気合を入れて、暑くないって自分を騙す、ね、そう。そして疲れたら寝るね、それでことですね。違う違う、収録に遅れる。さあさあ。本当にごめんなさい。いえいえいえ、いいタイミングで来ました。素晴らしいです。では皆さん、また来週。暑さに負けないようにね、熱中症気をつけてね。またね。